岡山を舞台にした映画薫の葬式が完成し、関係者による試写会が岡山市の映画館で行われました。会場では記者会見も行われ、岡山市出身で監督兼プロデューサーの湯浅紀子さんらが作品を PR しました。映画薫の葬式は岡山を舞台に大事な人を送るということなどをテーマにした作品です。日本、スペイン、シンガポールによる国際共同制作で、撮影は鏡野町や真庭市、津山市、笠岡市、岡山市などで行われました。なぜ人は生きるのか、なぜ人は死ぬのかと、ぜひいろんな方にいろんなことを感じていただいて教えていただきたいなと思って。映画薫の葬式は来月8日から岡山メルパで先行上映され、来年度世界各国での公開を目指しています。